おはようございます。高梨テイラと申します。今回はお知らせということで、ティラくんのお知らせを読ませていただきます。ティラくんなんですけども、Twitter で上げた通り手を骨折しました。まあ原因はね、仕事終わりの何気ない行動からだったんですけど、右手の方骨折しまして、まあ右手のね、薬指が骨折ということですね。右手は骨折してないや。ごめんごめん。それで、まあ、お知らせなんですけども、やはり指が使えないということもありまして、動画の投稿ペースを今までなんとか毎日投稿にしてたんですけども、まあ、ティラ君曰く、最低2日に1回にしてくれということでお知らせを預かっております。まあ、動画の編集とかも基本的にパソコンで行っているので、そこは勘弁してあげてください。治る予定は1ヶ月から2ヶ月頃を予定しております。怪我のティラ君ですが、温かく見守ってあげてください。ではまたお会いできる日を楽しみにしております。